今日は3月の2日、お客様のもとにですね、最後に、トモスの配送手続きを取らせていただきますので、納車の説明動画を撮らせていただきます。よろしくお願いいたします。まずトモスなんですが、ですね、こちら鍵は3本ついてます。1本がタンクキャップ、これもオプション品ですね。車外の、タンクキャップになります。こちらですね、ガソリン 1.5 リッター1リッターほど入ってますので、届いたらですね、混合オイルを作って入れてください。混合ガスですね、はい。それとこちら、こちらも社外品ですね、メートホルダーついてます。あとはハンドルを右に切った状態で、こちらが、ハンドルロック。ハンドルロックはこの溝見えますかね、ここに溝が切り込んであって、ここに押し込みながらいいところに入って回して抜くとハンドルロックがかかります。これ使い方ちょっと難しいので練習してみてください。で、使い終わったら鍵を必ず抜いてこのようにしておくと。で、トモス自体エンジンをかける際キーは必要ないので、普段はですね、結構忘れちゃう人はここのタンクキャップのところに挿したまんまにしてる人なんかもいますが、なくしてしまうところもあるのでポケットに入れておきましょう。ではエンジンをかけたいと思います。まず、ペダルを前に漕ぐと自転車として使えます。でもナンバープレートがついているので自転車ではないですね。扱いはバイク扱いになります。このままペダルを上にして下に蹴り込むとエンジンがかかります。かかってもつけないのはここにチョークというレバーがあります。すごくよく見ないと見えないんですけど、これですね、これが、チョークレバーというレバーです。下にするとカチッと言います。解除するのはアクセルを全開にするとパチッといって解除されます。もう一回やりますね。もう一回やってみます。パチッパチッ、これがチョークです。チョークを引いてキックでかけます。すごい簡単にかかりますね。そうしたらこれを一瞬全開にするとカチッと言います。カチッといったら少しアクセルを煽って、このようにエンジンを温めます。アクセルを離してもエンジンが止まらなくなったらコト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 とこのようになればエンジンが温まっていますのですぐに乗れる状態です。よくあるのはですね、このチョーク戻し忘れてしまってそのまま引っ張ったまま乗ってしまうと、エンジンかからなくなってしまいます。必ずチョークをカチッというところまでここですね引いてエンジンをかけたらアクセルを全開にすると必ずパチッって音が聞こえます。まあ、エンジンをかける前に1回練習をしていただいて、で、エンジンをかけてチョークを戻してっていう形の、練習何回かしてみてください。あとはですね、普通にウィンカー反対側ですね、で、ホーンですね、で、ハイビーム、ロービーム、ハイビーム、ロービームの切り替えで、エンジンを切る際はここのボタンを押すと長押しでエンジンが消えます。で、かける際はまたこんな感じでエンジンをかけます。扱い方非常に簡単ですが、先ほど言ったチョーク、そこを忘れないようにしてください。あとはですね、こちらにガソリンコックがついてます。ですね、今矢印が、これがガソリンコックがオフの状態、右側がオフ、下がフル、フルっていうのはガソリンがいっぱい入っている状態
ガソリンスタンドに行ってガスを満タンにしたらフルにしてください。で、ガソリンのフルが終わりましたら、減ってきたらですね、横にしてレスにしてください。レスにしていただきますと、残りのガソリン1リッターほどを使って走りますので、1リッターのガソリンがなくなるまでにガソリンスタンドの方に行くようにしてください。配送時ガソリン1リッターほどしか入ってませんので、最初から横向き左向きのレスに、このレスっていうところに合わせておきます。ガソリンスタンドに行ってガソリンを満タンにしましたら、これ下向きのフルにしてください。で、長期乗らないときはガソリンコックを横にしてオフにするようにお願いいたします。簡単なことですが、忘れないようにお願いいたします。あとはですね、プラグなんかが被ってしまいましたら、こちらにプラグがついてます。結構プラグ被りやすいので、エンジンかからなくなったなんて言ったときはバイク屋さんでも構わないので、プラグ、見ていただくようにしてください。あとはですね、こちら、サービス品で、オイルのタンクをつけてお送りします。ガソリンが1リッターに対して2ストオイルをここまで入れて、1リッター分、2リッターの時はここまで、オイルは必ずここまで入れていつも持ち歩くようにしてください。1リッターに対して 20cc ね、220cc ですね。これ守るようにしてください。20ml か。はい。結構忘れてしまって、普通にガソリンだけ、レギュラーガソリンだけ入れてしまうと壊れてしまうので、必ず、2サイクルオイル入れてください。扱い方わからないときは、トモス扱い方で Google で検索すると、たくさん出てきますので、ご覧になってしっかり勉強してください。それでは本日をもちまして配送手続きを取らせていただきますので、お楽しみにお待ちください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼いたします。